はい。台場ピュアラブです。三浦春馬さんが亡くなられた東京都港区田町駅のピアシティ芝浦ハイツのマンションに喧嘩に訪れる人がたくさん来ているそうなんですね。こちらになります。なんだけど、ネット上や SNS を見てると、喧嘩に訪れる人に対して、迷惑だとか、マンション住民の気持ちを考えろとか、近隣住民の迷惑になるだろうとか言ってね、叩いてる人が結構いたんですよね。うんこれに関して思ったのは、喧嘩に訪れる人は悪くないですね。 なんでかっていうと、喧嘩に訪れる人は、マンションのほんの片隅でね、お花を供えて、三浦春馬さんの死を悼んでいる、祈っているだけなんですよ。なので、マンション住民とか、近隣住民には、一切迷惑はかけてないんですね。うーん。だから、これに対してね、迷惑だろって怒っている人は、 おかしいと思うんですようん。ちょっと心が狭すぎるし、人間としての器が小さすぎるなと思いました。うんだからマンション住民の人とかね、近隣住民の人は、喧嘩に訪れる人に対して、寛容な心で、広い心でね、温かく迎え入れてほしいなと思います。 三浦春馬さんのご冥福をお祈りいたします。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。